ってましょうか。あ、大丈夫ですね。はい。丸いお玉のこうやってカンカンカンとやってるけど、これすくう混ぜるで、それは置いても下につかないんで、あ、そうそう、なんか出っ張りがある、後ろに出っ張りがあるから、普通に置いたらつかない、裏側ひっくり返すと出っ張りがある、え、だからそうすると、そうそうそう、それで置くと、地面に置いちゃう、作ってるところを考えてくれよ。普通こういうところでは作りませんから、木メラーってなるのがあって、あそこにハサミ、あたら、あ、なんかハサミ、なんか横に穴が開いてる、なんなの何してんだろう、指を入れてごらんみたいな感じ、入れないよ、何すんだよ、あっ、じゃあそれレーザーで総位置って取っといたね、あいいね、あれどっかにこういうの楽しみだから、あれの中だ、コカ・コーラの中だ、調味料袋の中に醤油がいる、ああ、はい、開けて、ちょっと回っててください、これそれ、開けた、火力強いね、え、なんでそこにいるの、わざわざ細くなってなんで、何年料理人やってんの何を習っていくの、何年もやってません、目分量っていうのを習ってないのかうっせえな、逆に今そのおさじに入れたのは何 cc ですか、いや、測ったんじゃなくて全体に回るように置けばいいで、誰かが言うんだと思ってそれを待ってた、だって先っちょこうなってるからピューって入れられるよ、こっちの、あ、まあまあ